京都府立京都スバル高等学校は、京都府京都市伏見区向島西条受けにある公立高等学校。1985年に京都府立商業高等学校として設立された。一般的な故障は、府立商業や、府省。当時は商業高校として設置されたが、2003年に学科改編を行い、商業計画家と情報計画家を併設する。 専門高校となった。それに伴って、校名を現在のものに変更している。高校の略称は、スバルや、京都スバル。京都府内の高等学校で唯一、内国家資格の基本情報技術者試験の午前、科目免除制度の認定校に選ばれている。1987年に、第一回不傷デパートを開催して以来毎年、行われている。 2003年に不詳デパートに解消、さらに2005年からは PIS バルデパートとして実施されている。これは多数の企業と協力し、生徒自身が企画、仕入れ、店舗設営、商品管理、接客などを行う販売学習である。例年、食品や医療、雑貨などの店舗のほか、企画家の生徒による開発商品の店舗などが出展される。 グラウンドを駐車場として開放するなどし、学校外からも多数の来場者が訪れる。1991年には、時事通信社教育奨励賞優秀賞と、文部大臣奨励賞を受賞した。この行事が実施されるため、一般の高等学校で実施されるような文化祭は、実施されない。ありがとうございます。